けだったの。真っ黒に心に響く蘇る希望炎の海震災の離婚へ新たな歴史ここから始まる未来への道Memories of ways you're shining like the sea作り上げたアンマー Rebuilding dreams one great at a time 地元の誇りみんなの宝物黒崎神社に祈りを捧げ引き絵の味噌ホルモンに舌包みクルズヤの梅町東海道の二級が七三 Home Forever in our hearts 拾ったの風肌に感じて蘇る絆おのの浜辺ボランティアの手で守る美しさここから広がる希望の光 Yours and mine's the stories of our past and future たったのリンゴ旋回のクレープふさとの味に心癒される Favors of childhood memories so sweet 二度共に生きるこの街の魂Saying say so 活動地元愛に満ちた若い力 A new generation keeping our shores clean みんなで守る美しい海トメイ中椅子石の砂浜拾った蝶が誇る最高の景色安全で快適心地よい浜辺 Come and taste the flavors of our hometownとみんなの思い出ここから始まる新しい物語 Our hometown's heart beats in every way 色の波心に響く蘇る希望炎の海震災の離婚へ新たな歴史ここから始まる未来への道こんにちは、陸前ハピネスです。今回の動画は陸前高田にある、海水浴場の一つ広田町にある大野海岸に行ってきました。その時の動画になります。最初ドローン映像からですね。前の動画は山田町の荒上海水浴場だったんですけど、荒上も空いてるんですけど、それと比べたら大野海岸の方が空いてますね。ご覧の通りです。つまりめちゃくちゃ快適ですね。駐車場も無料で、シャワーとかも全部無料、全部無料、最強です。でご覧の通りめっちゃ綺麗で人も少ない、周りに何かその金儲けのための売店とかもないのどかなところですね。今ね編集して分かったんですけど、山田町の荒神めっちゃ綺麗と思って、で大野海岸も2番手ぐらいで綺麗と思ってたんですけど、編集してて、いや同じぐらいっすわ。やっぱ大野海岸もめっちゃ綺麗、正直あんまね動画でこういうのもあれなんですけど、一番力入れてる陸前高田の海水浴場は高田松原海水浴場なんですけど、ここだけの話、こっちの方が綺麗です。もうそれは地元の人も知ってます。はい、駐車場も無料で、なんかそうだな、やっぱ人が混んでくると嫌なんですよね本当はね。だったら動画にすんないって話なんですけど、まあ、知ってほしいんですよ。荒上海水浴場の山田町も、この陸前高田の大野海岸も、こう、質の割には人が少ないっていう感じなんで、まあ僕はそういうとこ大好きなんで、紹介したいですよね。人が混んでるところはぶっちゃけ紹介する必要もないし、ウェブですぐ出てくるんでね。
ぱコスパがいいとこ来てですよ。ってことで大野海岸はなんか僕の一押しですね。なんかね、地元の人に聞くともっと他にいろんなところあるって言うんですけど、こうここしかまだあんま分かんないかな。他にいろんなこう広田町の方に行くと浜が多いらしいんですけど、何かあれば、情報あれば教えてください。うん、でドローンで、あとあれだな、あれあれやな、 V の位置見ると荒上海水浴場よりも手前かな。うん、すごいだから安全というか、うん、こう子供たちも安心して遊ばせれるような場所ですね。はい、今スライド見てて、そう、静かな環境もその通りです。あの陸前高田自体田舎なんですけど、特にこの広田町っていうのはね、もう一つのコミュニティですね。あの陸前高田市の中でもこう広田町っていう色があるような場所で、もう一番こう右下の端っこっていうんですかね、広田半島っていう感じで、いつからか分かんないですけど、おそらくこう昔の時代、江戸時代とか明治か分かんないですけど、多分違う集落やったはずですわ。そのぐらいちょっと色が違うような場所です。なんでこう同じ陸前高田市内でもこう隣町行くような感じですね。伝わるかな画面で。いや綺麗ですわ。綺麗やし人も少ないし、これ7月で海開きのある、しかもこれ日曜日とか土曜日、なんか休日やった記憶あるんで、それでこれですよ、繁忙期の休日でこれやばいでしょ。なんで今回結局隣の気仙沼の大島とか、大船渡の沖台っていうのも有名らしいんですけど、そこ行けなかったんですけど、もし陸前高田で、ここに来たことがない人は2025年来年の夏休みからぜひ来てみてください。まあアクセスもね、今書いてるんですけど、どうやろうな、何書いてるこれ、海洋館インターから、まあ、10分15分、まあそんなぐらいか、そのぐらいですわ。ほんとね、陸前高田引っ越してきて思うのは、まず信号があんまりないから、こうナビの時間通りに着くんですよね。それがめっちゃいい。まあ、岩手県あるあるでしょうけどね。むしろナビより早く着くことが多いな。ちょっとね、あのこの辺りしかちょっとドローン撮れなかったんで、ちょっとドローン、ちょっとあの映像全然切り替えるところなかって申し訳なかったです。もうちょっと端っこの方撮ればよかったですね。なんかね、後から出てくるんですけど、もともと震災前はこの場所じゃなかったみたいですね。あの広田海水浴場って。流されて復興してこの場所になったみたいです。うん。そう、シャワーとトイレも綺麗についてるんで、やってきてください。タコと一緒に泳ぐ。泳ぎたいの？じゃあ、ある、今カメラ撮ってんねんけどさ、これどこか教えて。どこなの？陸前高田の最強の大野海岸です。でも追ってて来ない人は歌わせろ。この人たちはこの YouTube を見てっていうか、こんな人は見てますよ。忘れた、先輩連行。あ、わかった、先輩連行、サブスクライブ連続バーン。最近やってなかったからな、はい、はい、これじゃつける。じゃあ目を押さえてるのに息を落とす目の位置から。はい、ここは大野海岸です。画面で伝わってるかな。あのね、一回来たら分かるんですけど、普通に三陸の海綺麗ですよ。ちょっと待って、ハル、今動画撮ってる。ほら、ハルもここ映って。あ、すっごい透明でしょ。これも陸前高田でいつも大野海岸綺麗にしてくれてる人たちのおかげです。
熱波が来すぎて陸前高田で今日33度でしょ。今日って7月何日だっけ。あるほらおカメラ入って、こっち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 カメラ映って、待って止まって、みんなも来てねーって、みんなも来てねー。でも冷たいよ。え、結構冷たいよ。ほんま結構冷たいよ。ちょっと待って、パパあれ、海の中撮りたいからさ、あれつけるからちょっと待っといて。何を。海の中を撮影しようと思ってる。そう、遊んどいて。じゃあ、それ、その撮影終わったら遊ぼう。うん、一緒に遊ぼうか。はい、ここからはまた、アテレコです。山田町もそうだったんですけど、今年から水遊びするときはカメラに、防水仕様のカバーつけてるんで、ちょっと音声がね、思ったより入らないんで、もうゼロにしてアテレコします。今こう息子と準備して、今年1回目の海水浴場やったんで、すごいウキウキでしたね。もっと行きたかったな。なんか何やかんや調子、体調悪かったりとか、なんか嫁さん疲れてたりとか、タイミング合わなくて行けなかったんやな。あんまり2回しか行ってないのかな。なんか9月中は土日、気仙沼の大島のなんちゃら海水浴場って有名なところは、土日の間は9月でも海開きしてたんで、行けたら行きたいですね。今日9月の何日や、9月の今日は8ぐらいかな。あ、そうそう、今これスライドである、近くにある ここの場所から近い黒崎温泉っていうのもあるんでおすすめです。大人なんぼやったかな、500円やったかな、大人500円の、ちょっと子供間違ってたらすみませんね、100円、子供100円ぐらいだった気がします。うん、ここパッとこう流して、黒崎温泉で一風呂浴びたらすっきりして帰れますわ。端っこなんでね、黒崎温泉、この広田町の一番こう下側というか、もう本当にこう端っこです、陸前高田の。山田町はね、この海水カバーつけて2回目やったんですけど、今回この大野海岸は初っ端やったんで、ちょっといろいろ試しながら撮ってたんで、いい映像がちょっと思ったほどこう広田町をアピールしたい人たちからしたら物足りないかもしれないですけど、ちょっと勘弁してください。来年来れたらまたもうちょっといい感じで撮るんで。はい、ほんで今スライドである道の駅もまあ基本的に陸前高田寄った人は帰りがてら道の駅寄ると思うんで、ぜひ道の駅だけでもなく、ここ中心部にアバッセとかもあるんですけど、もうちょっと隣の米崎町とか気仙町とか、竹駒とかいろんな場所があるんで、中心だけじゃなくて、そういうところをウェブ検索でもしてお土産とか買ってもらえたら嬉しいですね。そう、住んでてね、これ賛否両論あるか分かんないですけど、俺正直者なんで言います。どうしてもね、中心街に集まりすぎですわ、陸前高田って。やっぱ田舎で震災からこうね、0から1街づくりしてるから、どうしても中心に集約しがちなんですけど、こうちょっと離れたところでも頑張ってる個人商店さんもいっぱいあるんで、だから応援したいんでね、なんか俺も動画ねもっと作りたいんですけどね。なんでぜひそっちで買ってください。そう、今こうスライドでも、2018年からなんやな、ここの広田海水浴場は。じゃあ2011、2、3、4、5、6、7、7年間ここなかったんですね。そうね、2023年から引っ越してきた僕たちは、そのありがたみがもう分かってないんですよ、やっぱ。いろいろ聞くと、2020とか21ぐらいから、なんかいろいろ回復してきたっていうか、できたみたいなんで、そう、これが当たり前と思っちゃってるんですよね。話聞いたり、こうやって自分で動画やったり調べたりすると、いやー、全然こう当たり前じゃないというか、しかもコロナも重なったんでね、
こうやっと町なんとかっていう時に2020年やったんで、なんでちょこちょこ個人商店さんとかあの動画も撮っていきたいと思ってます。あとそうだ、今回これ今編集してるんで、まだちょっと音楽今までつける前の編集中なんですけど、Facebook の方でタナさんっていう方がコメントよくくれるんですけど、こうおすすめの場所ってコメントしてくれたんで、そのタナさんが書いた情報を AI に情報を壊して作曲してもらった歌詞になってると思うんで、なんでみんなもしよかったら恥ずかしがらなくてアピールしてほしいポイントとか言ってくれるとガンガンそのデータ食わして AI に情報を与えてスライドなり歌詞とかできるんで、もしよかったらインスタでも Facebook でも、まあ、X は全然僕見たいんですけど、まあ、よかったらコメントもらえれば嬉しいですね。すみません、全然海に関しての当てれこできてないな。だからAI 使ってやってると思うのは、多分最終的にこう一次データ食わすことが人間の仕事な感じがするんで、今は全部自動でできるんですよ、結局最終的には。だから結局人間が、僕たちがその思ったファーストリアクションとか正直な気持ちっていうのを伝えることが多分大事なんで、てかまあそれしかない気がするな、だからガンガンコメントとかくれれば嬉しいっす。ね、希望の象徴やね。広田って結構陸前高田でもアイデンティティっていうか、その特殊な場所で地元愛が多分強い場所なのかな。だからいい意味でも悪い意味でも田舎の中の田舎って感じするから、こうこの大野海岸とかすごい守ってくれてる人たちもいるんで、本当綺麗っすよ、いつも。あ、そう、今ねこれ映してるシーン思い出した。これね、嫁さんが魚がいるって言うから、この辺の位置でも魚いるんですよ、こう浅瀬のところに。そのぐらい綺麗な海なんです。なんでそう、魚探したり貝殻探したりしてましたね。なんかサップとか、サップって読むのかな、やってみたいんですよね。まあ、また何かあったら動画撮ろうと思います。僕は夏が大嫌いなんでね、秋になるんで、これからガンガンやっていきます。